留守中にもかかわらず、自宅に苦情が立て続けに入った一は、警察立ち会いのもと、防犯カメラを確認することにしました。しかし、そこに映し出された想像を絶する映像は、住民たちを恐怖と嫌悪感のどん底に陥れるのでした。2016年の2チャンネル、怖い思いしたと言って、イッチは自身の恐怖体験を語り始めました。それは書き込みから一月前の出来事でした。イッチがいつも通り仕事から帰ってくると、郵便受けに手紙が入っていたとのこと。その手紙は管理会社からの通達で、内容は騒音で苦情が来てるので注意してくださいというものでした。そこでイッチは普段の生活状況を振り返ってみましたが、騒音を出した覚えはないと思ったそうです。しかし苦情が来ていることは事実なので、慌てたイッチは管理会社に電話をかけることにしました。なんでも管理会社が言うには、3月15日、28日、4月1日の昼間に苦情が入っているとのこと。ところが、その日はいずれもイッチは仕事だったため、昼間は家に誰もいないという、この動画を見ているお前らには考えられない状況でした。そのことを管理会社に伝えると、向こうは不審に思ったのか、詳しい話を聞きたいと言い、翌日、イッチ宅に来ることになりました。そしてその日、管理会社の担当者がイッチの家を訪れます。そこでイッチは電話でも伝えた内容を事細かく説明し、さらにシフト表も提示しました。すると、最初は疑っていた担当者も、イッチのシフト表を見て、ようやく納得したそうです。しかし、そうなると、なぜ留守中のイッチ宅に騒音の苦情が出ているのか、と疑問が生じます。また、イッチの住んでいるマンションは、イッチの彼女と家族だけが住所を知っているらしく、その彼女も現在は遠方に住んでいるため、鍵すら持っておらず、イッチ宅に訪れているとは考えにくいのでした。そして、家族も毎回イッチに連絡をしてからマンションに来るので、無断で家に入ることはありえないと言います。そのため、イッチ宅の謎の騒音は、身内以外の可能性が高まり、謎が深まる一方なのでした。そこでイッチは、管理会社と一緒に警察立ち会いのもと、マンションのエントランスと廊下にあった防犯カメラの映像を確認しました。早速、スレ内には何でも妖怪のせいにしてしまうヨーデル2機が現れます。そして、その監視カメラには、見覚えのある女性が映っていたと、イッチは言います。なんと、その女性は、彼女でも家族でもなく、イッチの前の職場にいた年上の女性だったのです。また、イッチのマンションのエントランスはオートロック式なのですが、勝手に侵入ネキが呼び出しボタンを操作すると、扉が開いた様子が映っていたのです。さらに、イッチの部屋までやってきた勝手に侵入ネキは、そのままイッチの部屋のドアノブをガチャガチャと動かしたかと思うと、なぜか扉が開いて、イッチの部屋に入っていきました。そして、1時間後、侵入ネキは気持ち悪いニチャ顔をカメラに見せながら、部屋から出てきたのです。これには、続報を待ち望んでいたスルミンもビビり始めます。こうして、騒音の犯人が明らかになり、呆然とするイッチに、警察官は、知り合いですか?と尋ねると、イッチは侵入ネキとの関係を説明し始めました。そのイッチの話によると、侵入ネキとは前の職場で知り合ったそうですが、イッチはその職場を1年前に退職し、さらに最近引っ越しをしているので、住所も教えていないとのこと。そして、一通り説明を終えたイッチは、そのまま交番へ行き、被害届を出しました。また、イッチの話を聞いた管理会社の担当者は、侵入ネキの手口に唖然としていました。なんと、侵入ネキは、管理会社の関係者でもないのに、管理会社と一部の人しか知らない、緊急用の解除ボタンを押して、オートロックを解除したというのです。しかも、玄関のドアノブは鍵を閉めた状態でも、
ガチャガチャと動かすと開いてしまうというとんでもない不具合が判明し、管理会社のずさんな管理が浮き彫りになりました。しかし時々鍵を閉め忘れていたイッチは、自宅の鍵が開いていたことを不審に思うこともなく、また忘れたんだな程度にしか考えていなかったそうです。そんなイッチのだらしなさにドン引きしてしまうスレミンが現れると、スレナにはドアを開けっぱなしにしたことがあると話す、セキュリティガバガバニキもいるのでした。それからの動きは早かったとイッチは言います。あの防犯カメラから犯人は前職の年上の女性と分かっているので、1週間も経たないうちに侵入ネキは逮捕されました。そして侵入ネキがイッチの部屋に忍び込んだ動機がイッチに好意を抱いていたからだと判明します。また家を特定した経緯について、侵入ネキはイッチが SNS に載せていた写真の風景から見つけ出したと答えたそうです。それに加えて、管理会社がエントランスにある郵便受けにイッチの名前を貼っていたため、イッチの部屋番号まで特定されてしまった模様。それから侵入ネキがオートロックの緊急用解除ボタンを知っていた理由ですが、何でもそのマンションの住人たちの間では緊急用の解除ボタンは有名だったらしく、たまたま住民がそのボタンを押して出入りしているところを見た侵入ネキが手口を覚えたのだとか、またオートロックが解除できなければイッチ君の住んでいるところだと見て満足したそうですが、一連の偶然が重なり、イッチの玄関ドアをガチャガチャしていたら開いてしまったとのこと。そうした偶然が重なっていくにつれ、これは運命なのねと思い込むようになり、部屋に忍び込んでしまったと言います。そして苦情が出るほどの騒音が生じた理由は、イッチの部屋で絶叫オナニーをしていたということでした。するとここでまんじるぬりぬり攻撃や盗難を心配するスレミンが現れると、イッチは何も取られてないと言い、確認のしようがないまんじるには触れずに、むしろ家がやたらと綺麗になっていた時があったと答えました。しかし頭の中がまんじるでいっぱいニキは、部屋が綺麗になったのは絶叫オナで汚した後の証拠隠滅ではないかと考察します。しかしイッチは吐き気を覚え、それ以上聞くことはなかったそうです。そして結局ドアの不具合が修理されることはなく、イッチは他方へ引っ越すことになったようです。そうした管理会社の対応に呆れてしまうスレミンが現れると、イッチは投資目的で分譲マンションを買った人から部屋を借りていたと前置きした上で、オーナーが出したがらないと答えました。ここまでの話を聞いたあるスレミンから、侵入ネキは美人だったのかと質問が入ると、イッチは天海祐希にだったと言います。その情報を聞いたスレミンは、天海祐希なら少し羨ましい気もしたと答えながらも、やはり絶叫オーナーは受け入れがたい様子なのでした。そんな彼女は職場では仕事ができる人だったとイッチは言います。そして人は見かけによらないということが分かったところで、この話は締めくくられるのでした。ワイも職場では仕事ができない。今回は2本立てやで、次は道端で拾ったネキのガチで怖い話です。2005年の死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないというすれに、イッチはじゃあ行きますと言って友人から聞いたという怖い話を投稿しました。イッチ曰く、この怖い体験をしたのは5人いて、そのうちの2人がイッチの友人だそうで、なんでもこの2人は嘘をつくような人物ではなく、またイッチは友人2人から別の日にこの話を聞いたのに、それぞれの話が一致していたので信憑性は高いとのこと。こうしてイッチはこの話が10年以上前のことだと説明を加えてから話を始めました。まずイッチは自分の友人2人を含めたこの話の登場人物は、バンドで一旗あげるために田舎から上京してきた22歳くらいの男5人組で、全員お金もないので神奈川県にある 2LDK の安くてボロボロの平屋で
共同生活を始めたという背景から語ります。そしてお金を稼ぐためにまずバイトを探すことにした5人は、なんとか無事に全員バイト先を見つけることができたそうです。そんなある日、5人がバンドの練習から帰ってくると、家の前に1人の女がうずくまっていました。そこでメンバーの1人が大丈夫と声をかけると、その女は可愛らしい顔を上げ、うんと言いましたが、少し酔っているように見えたと言います。すると女が、行くとこないの、止めてよと5人に対して言ってきたので、この時メンバーのうちの B は何か嫌な空気を感じて、ダメだよ、俺ら5人だから何するかわからないよと言ってやんわりと断ったそうです。ところが女がそれでもいいよと返事をしたので、メンバーである A のゲスセンサーが即座に反応して、じゃあおいでよと言って女を誘いました。ちなみにここまでに登場したメンバーの A と B が一致の友人2人だそうです。そして結局嫌がる B を尻目に、 A をはじめとした他のメンバーは女を家に招き入れました。ちょうどその日はみんなのバイト先が決まったこともあって宴会の予定だったそうで、女を加えた6人はビールで乾杯して、そしてみんなが酔い始めた頃に言い出しっぺの A が女とおせっせに励んだのだとか、その後女を招くことに一番反対していた B 以外の全員が穴兄弟となり、結局 B も一番最後にしっかりおせっせにありついて無事に兄弟の仲間入りを果たします。ここで穴兄弟がわからない3次元の女性に触れたこともない視聴者のために説明すると、穴兄弟とは同一の女性とおせっせしたことがある男性たちのことを言います。そしてイッチは補足として、女は決して嫌がっていたわけではなく、むしろ積極的だったことを付け加えます。こうしてその女はメンバーの家に一泊したのですが、次の日には帰るだろうと思っていた5人の予想を裏切り、なんと女は帰るところがないのと言って偽ったのです。しかしこれは無料おせっせの棚からぼた餅なのではないかと考えた5人は、さらに料理も作ってもらえるかもしれないという、人間の三大欲求のうち2つを満たすという夢を抱き、女をそのまま居候させることにしました。ところが女を居候させてからというもの、5人の周りで異変が起こり始めます。イッチの説明では、このメンバー5人はそれぞれ別々のバイトをしていましたが、必ず誰か一人は家に残っている形だったそうです。それは買い物に行く時以外は女が常に家にいたからであり、知らない女を家に一人にしておくのはやはり怖いということもあったからだそうで、異変というのはそんな背景の中起こりました。そしてイッチ曰く、女がやってきて2日目からすでにそれは始まっていたと言います。その異変というのは、まずイッチの友達でもある A と B はある宗教に入っていて、その宗教で使用する飾り物を押し入れにしまっていたのですが、その押し入れのある部屋には一切女は出入りしていないはずなのに、なぜか突然女が、隣の部屋の奥には変な神様がいるねと言ったそうです。この女の発言を聞いたのはメンバーの C であり、C は A と B が宗教に入っているのは知らなかったので、この時は全く意味がわからなかったのだとか。それから数日後、電車でキロについていた A と D の会話の中で、 D が A に、なんかあの女変じゃねというシーンがあったそうです。 D が言うには、女がたまに一点を見つめてブツブツ言っていることがあるそうで、さらに以前には買ってきたお肉が半分なくなっていたと訴える D に、 A は女が食ったんだろうと言いますが、 D はフライパンを使った形跡がないというのです。ところがこの時も A 自身は不思議な体験をしていなかったこともあって、あまり問題にはならずにこの話は過ぎ去りました。そして他のメンバーもいろいろと不思議な体験をしていたようで、ここでイッチは
他のメンバーが体験した出来事をダイジェストで伝えます。それはスタジオで録音した自分たちの演奏を聴いていると、突然演奏が途絶えるという些細なものから始まり、さらに家にある食べ物のうち特に生物を中心によく謎の行方不明になることや、それに加え卵もよくなくなるのですが、不思議なことに殻ごとなくなるのだそうで、他にもテレビが勝手についたり、電気が突然消えたり、時にはおいという男の声が聞こえることもあるそうで、メンバー全員の周囲ではあげればキリがないほどの異変が起きていたのですが、それでも一人暮らしではなく5人の共同生活だったこともあり、あまり危機感がなかった5人は特に気にしないで生活をしていたといいます。しかしとにかく男の声がするというのはメンバー全員に共通する異変だったようで、それについては全員がはっきりと認識しており、意見が一致していたのだとか。このように5人の周りで不思議な出来事が増え始めていたある日、 A が家に帰るとメンバーの E が苦しそうに寝ていたのです。そこで A が先に帰宅していた C に、 E はどうしたの？と聞くと、C が帰宅した時にはすでに E はうつ伏せで苦しそうにしていたようで、その時 E はあの女うーとつぶやいていたと言います。そしてその時の女はというと、テレビゲームをしながらニタニタと笑っていたそうで、それを見た C はゾッとしたのだとか。すると C がこれまでの異常な出来事の積み重ねもあってあの女を追い出そうと言い出しました。これまではあまり自分が異常事態に遭遇していないこともあって無頓着だった A も、今回はさすがに C の意見に賛同し、こうしてメンバー全員が女を追い出すということで話がまとまりました。そしていよいよメンバーが女に対してそろそろ帰りなよと話を切り出したのですが、女は行くとこないのと言って居座ろうとします。しかし今回は本気のメンバーの一人が A から帰れやとアウトレイジ割りのドスを聞かせると、事態は急変したのです。なんと女は泣き出して意味のわからない言葉を話し始めたかと思うと、突然立ち上がり男の声で、そこに直れ、わらわをなんと心得る、と戦国時代のような言葉で話し始めたのです。その後もわらわは藤原が第何代の嫡子などと言い始めますが、その声はやはり男の声で、皆が見るとガニ股で男のようになっていました。すると女が今度はまるで持ってもいない剣でも振りかざすような仕草をしたり、あたりのものを投げつけたりと暴れ始めたので、メンバーは慌てて女を取り押さえます。その時女に触ったメンバー曰く、女は恐ろしく硬い感触だったそうです。そして女は男3人に押さえつけられているというのに、まるで何事もないかのように立ち上がりました。その様子はまるでマッチ棒が立ち上がるかのようだったとイッチが言うように異様なものだったらしく、イッチはなんとかその立ち上がり方をスレミンに伝えようとして微妙なアスキーアートを書き込みました。ここでアスキーアートガチ勢の視聴者には失礼かと思いますが、一応説明すると、アスキーアートとは2チャンネルなどでよく見られるテキストを使った視覚的表現方法で AA と略されたりもします。そして異常な力で立ち上がった女は押さえつけていた3人を吹き飛ばしたそうで、見ると女の目は白目になっていました。こうしてメンバーはパニックで女をただ呆然と眺めることしかできなくなりましたが、そんな中今度は女がジャンプし始めました。ところがこのジャンプもお初にお目にかかるようなジャンプで、明らかに空中に浮いている滞空時間がロングタイムだったそうで、その後も女は恐ろしい力で辺りのものを破壊していきます。そしてその姿は手がたくさん生えているようにも見え、しかも異様に長く感じたそうです。
その上、女が変身してから周囲の状況もおかしくなってきたようで、テレビが勝手についたり、電話が聞いたこともない音で鳴り出したりと、現場は手がつけられないほどカオスな状況が渋滞してしまいます。すると今度は女が隣の部屋に向かい、押し入れを蹴破りました。そして A と B が入れておいた宗教の祭壇を見つけると粉々に破壊したのです。さらに女は祭壇を壊すと、ぐにゃとありえないくらい首を回してメンバーの方を振り向き、何か聞き取れない叫び声を上げたかと思うと、その場に崩れ落ちました。そして次の瞬間、女は痙攣し始め、一転して男の声から元の女のものではない知らない女の声に変わり、仰向けで首をかきむしりながら、やっとこの木が未だ満たされと意味不明な言葉を叫び出し、なんと履いていたスウェットのズボンを脱いでおパンティーをかきむしった後、自分自身の女性器を広げて見せるポーズで、今でございます、今でございますと叫びながら、大きく腰を上下に揺らし始めるという、あの伝説の除霊法、びっくりするほどユートピアとも互角の勝負ができるくらい異常な行動を始めました。ちなみにびっくりするほどユートピアとは2チャンネルの書き込みで話題になったもので、飛行することで除霊を行うという魔法のようなものです。そして女の異常行動を見たメンバーたちは当然唖然とするしかありませんでしたが、女はまた痙攣したかと思うと、再びあのマッチ棒のような立ち方をかまし、ケタケタケタと笑いながら、うぬらど百姓がなどと言ってメンバーを眺めた後、大声でうむきながら走り出し、玄関から外に出て行ってしまいました。そしてあまりの出来事にフリーズしたメンバーがお互いを見回していると、一人のメンバーが窓を見て驚きます。そこにはなんと外に出て行った女が窓に張り付いてじっとメンバーを見ていたのです。そしてその顔は口裂け女のように横に広がった大きな口から長い舌を出していて、女はみちゃーと笑うと、窓ガラスを何度か叩いた後に何かを叫びながら走り去っていきました。こうして嵐が過ぎ去った後のような部屋に残されたメンバーは恐怖でその日は眠れなかったそうですが、それから数日経ってもこの女が戻ってくることはなかったそうで、その後メンバーは女が部屋に残していったカバンがあることに気がつきます。開けてみると中にはごく普通のものしか入っていなかったのですが、その中には一つの手帳があり、中を見るとそこには電話番号がたくさん書かれていました。そこでメンバーは手帳の一番上に書かれている電話番号の持ち主の名字が女の名字と同じだということに気づき、A がその番号に電話をかけてみることにしたのです。そして相手と電話がつながって何を話したらいいかわからない A が、あのと言うと、すぐに電話の相手が、このことですかと、こちらがまだ何も言っていないのにあの女の名前を出して尋ねてきました。さらに電話の相手は続けて、今そこにいますかと女の行方を聞いてきたのです。そこで A が、今あの女はここにいないと告げると、相手がそうですかというので、 A は続けて女についてお家には戻られたんですかと聞くと、相手は子はうちの子じゃありませんと言い、さらに A が服やらカバンやらが置きっぱなしになっていることを告げると、捨ててくださいとだけ言って電話は切れてしまいました。そして次の日、5人が住む部屋に来客を知らせるチャイムが鳴ったのでメンバーが出てみると、そこには少しやつれた子男が立っていて、男はこの件で電話をいただきましてと言ってきました。一曰く手帳のアドレスに電話をかけた A に聞いてみたところ、電話に出た人物の声とこの子男の声は違うとのこと。そして男が
あの荷物を届いてきたので、男の対応していたメンバーが、あ、子さん戻ってきたんですかと聞くと、男は、いえまだですと返事をしたのです。すると、てっきり戻ってきた女から5人の部屋の場所を聞いて、この男が荷物を取りに来たものだと思っていたメンバーは驚きます。そして、え、なぜこの場所がわかったんですかと聞くと、男は、いや、とごまかしながらも、女のカバンを返してくれと要求してきました。そこでメンバーが、女のカバンと服を渡すと、男は慌ててカバンの中を確認して、本当にこれだけしか入ってませんでしたか、と、何やら意味深なことを言ってきましたが、実際、カバンの中から何も盗んだりしていなかったメンバーが、ええ、と答えると、男は、わかりました。またあれを見かけたらすぐに電話くれませんか、と言った後に、続けて、最後にお願いです。次にあれを見かけても家には入れないでください。それと、これ少ないですが、と言って封筒を手渡してきました。メンバーが開けてみると、そこには現金5万円が入っていたそうです。その後、メンバーはいろいろと話し合い、あんな出来事があった、この部屋に住み続けることは難しいということで意見が一致し、結局、この5人のバンドメンバーの共同生活は、ここで終わりを告げました。そして、イッチは、先に書くと面白くないんで書かなかったけど、と前置きをしてから、メンバーが女に最初に会った時、着てた服は男物のスウェットだったそうだと言って、さらに、この話はほとんど脚色もしていないガチな話だと言って、この話を締めくくりました。こうしてイッチの話が終わると、これまでおとなしく話を聞いていたスレミンたちから、怖いけど面白かったといった意見が多く見られましたが、その中にイッチの話をどこかで見たことがあると言い出すスレミンが何人か現れます。しかし、当のイッチは心当たりがないらしく、あるとしたらメンバーの誰かがよそで話している可能性だけだそうで、特にどこかで聞いた話を投稿しているわけではないと否定します。すると、先ほどのスレミンが、俺が見たのは夏になると出回るホラー系の漫画で2年以上前に見た、と言い、導入部分も話の中で語られる異変も同じものだったと言いますが、結局これら数人のスレミンたちの疑いも、この動画のコメント欄にあふれる、この動画再投稿ですかニキたちと同じく記憶違いだったのか結論は出ずに、その後もスレ内ではイッチの話が盗作かどうかの議論で盛り上がるも、徐々に収束していき、イッチの話は幕を閉じました。どうでもいいけど、A と B が崇めてた神様とばっちりで草、怖いネキが出てくるおすすめはこのあたりです。ご視聴ありがとうございました。